ゲーテの肖像1827版、サスライビトの夜の歌と同題、サスライビトの夜の歌は、ドイツの文豪ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの数ある詩の中でも最も有名なもので、世界中のゲーテ愛好家、ドイツ語話者、ドイツ語学習者に愛称されている。シューベルト、歌、サスライビトの夜の歌1作品4、第3番、サスライビトの夜の歌には2種あり、 一つ目は恋人への熱情を直接訴え、二つ目は自然を歌いつつも最後に恋人への思いの中で移行詩である。この詩の原稿は1776年2月12日に書かれたとゲーテはシャルロッテ・フォンシュタインへの手紙に書いている。フランツ・シューベルトがつけた曲などがある。ゲーテがこの詩を書いた狩猟語や狩猟語やにはドイツ語原詞と各国語訳が置いてある。 この詩はドイツ語の詩の中でも完璧な詩であるとされている。1780年9月6日の夕方に、イルメナウにある狩猟小屋で書いたもの、とやはりシャルロッテ・本ンシュタインへの手紙で書いていて、彼はそこで一夜を過ごしたという。この詩の、10については、美しい自然を歌った後に、恋人へ呼びかける解釈する人もいるし、また、自分自身へ呼びかけているのだという人もいる。やはり、 フランツ・シューベルトがつけた曲などがある。ゲーテは晩年の1831年8月27日にこの狩猟小屋を再び訪れていて涙にくれたという。それは彼が亡くなる6ヶ月前であった。ありがとうございます。